続いては第5回戦。人生って椅子取りゲームみたいなもんだよね。知らんけど椅子取りゲーム。さあ、この椅子取りゲームはだんだんと勝ち残っていくのが楽しい競技です。お尻の大きい選手が有利なんでしょうか。出場選手の皆さんは内野の椅子の周りに集まってください。この競技は両キャプテン合わせ10名参加です。そして両監督も参加していただいて11名対11名の22名からスタート。最後の1人になるまで回り続けてください。それでは両チーム選手揃いましたでしょうか。椅子の周りへご移動お願いします。そしてこの競技は監督そしてキャプテンも参加ですのでご移動をお願いします。はい、それぞれチーム交互に並んでくださいね。監督、意気込みをお願いします。あのやっぱ野球選手の方たちみんな下半身がしっかりしているので本当に怖くて入りたくないです。いやもう日頃の鍛錬ちょっと見せつけますよ。芸人がどれくらいストリームに強いか我々バラエティで散々やってきましたから。ちょっと怖いです。やってみましょう。では初め椅子は20脚からスタートです。脱落者2名が出る第1回戦です。それでは参りましょう。椅子取りゲーム音楽
あ、いいじゃん、2人。え、うちの誰が田島投手が。田島さん、田島さん、ありがとうございました。いや、ダメ、リクエストやらない。もうリクエストお願いします。チームはすいません、座らない、座らないです。だから立ってんだろ。わかりました。じゃあ続いてサクサクいきましょう。はい、だよっしゃ。選手の皆さん、ベンチへお戻りください。そして皆さん、お立ちください。続いて2分の2脚減ります。少し円を小さくしていきましょう。今、野手さん、投手チームに入りました。さあ、それではご準備よろしいでしょうか。いきます。イストリーゲーム、音楽スタート。さあ、どんどん減ってきた。はい、そうだ。